小田のネオワタムシは、カメムシモク、ハラフンアモク、アブラムシカに属する昆虫である。体長は、最大で4ミリメートル程度。日本では、北海道、東北地方を中心に、10月から12月頃、空中を漂う姿が見られ、まるで雪が舞っているように見えることから、雪虫の愛称で知られる。北海道、本州、サハリン、朝鮮半島、シベリアに分布している。春に、 ヤッチダモ、他にアオダモや、ハシドイなどの一時宿主の幹で越冬した卵からがい、一世代のメスの幼虫が孵化し、新芽の葉裏に寄生する。この時虫の刺激により新芽の葉は、縮れ、偽中栄となり、幼虫はここで、古い艦の液を吸って成長する。これが5月上旬頃に成熟し、大型のブハネの成虫となる。これを、ミキ母と呼ぶ。ミキ母は、 タンタメ生殖により多数のメスの幼虫を産出する。この第二世代のメスは、ミキ母の形成した偽中栄で成長し、羽化するとすべて有志の生虫となる。この第二世代の生虫は一時宿主のヤチダモなどから、発達した羽で飛び立ち、二次宿主のトドマツに移動する。トドマツに飛来した第二世代の有志虫は、ミキの地際や、地中の根に寄生し、ここでやはりタンタメ生殖により、 数世代を経過し、増殖する。この時、ケアリ族のアリが観路を利用しつつ、保護を行い、地中の巣の中で共生することが知られる。秋が深まる頃になると、ンため生殖で生じたメスの幼虫から、再び有志のメス生虫が浮かし、これを酸性虫と呼ぶ。酸性虫は、トドマツの地際から地表に現れ、飛び立って、ヤチダモなどの一時宿主に移動し、 ここでやはりタンタメ生殖により機能的な後期を欠く。死ゆの有性虫の成虫を産出する。有性虫は、オスが緑色、メスは体内に、巨大なたった一つの卵を保持していてそれが透けて、見えるために大々色をしているので容易に識別できる。数日後にこの死ゆは何も接触しないまま交尾し、受精卵を樹皮の裂け目などに産んで死亡する。この受精卵が越冬して、翌春孵化し、 再び翌年の生活がスタートする。戸田のネオオワタムシは2回有ム虫を生じ、空中を移動することになる。この有ム虫はどちらも体表に炭化水素などを成分とする糸状の老物質を多量に分泌し、まるで面に包まれたような姿をしている。初夏の八モから戸松への移動はあまり密度が高くないこともあって目立たないが、 晩秋の戸戸松から八千田萌への移動は群飛と言えるほどの密度となり、あたかも雪が舞っているように見えること。さらに北海道では、この群飛が見られると間もなく、初雪が降ることから雪虫と呼ばれている。戸田の根大綿虫の生態は、北海道大学の河野博道により、昭和初期に解明され、河野自身がシナリオを執筆した科学映画、雪虫により、広く知られるに至った。 なお、この宿主間の移動は、温帯のアブラムシでは、宿主となる植物は違っていても多くの種で見られる。基本的な生態であり、同じ、綿アブラムシ類を、はじめ、数多くの種類のアブラムシで、同様の群比を見ることができる。しかし日常生活では意識されることは少なく、北海道の戸田の根タム虫のように人々に、親しまれているものは他に例を見ない。アブラムシ同様、 外中に分類される。ありがとうございます。